この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに昨日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村井さんが担当する電子版文春のこの記事を一日早く読めるんですよね。はい、雑誌発売の前日正午にデジタル版は全て読むことができますので、ぜひそちらの方もチェックをお願いいたします。はい、そして今回が1月5日12日新年特大号、分厚いですね。そうですね、もう2週間分ということなんですけど、それ以上にですね、かなりいい記事がたくさん入ったものになってますので、ぜひチェックをしていただければ嬉しいですね。はい、さあそれでは記事ご紹介しましょう。まずこちら、山上徹也獄中録、安倍元総理の暗殺を行った山上徹也容疑者、日本の歴史に残る事件となってしまいました。まあ、その後村井さん、どういう動きがあるんでしょう。逮捕されて以降ですね、まあ、どういった動きをしているのかというのはなかなかちょっと外に漏れ伝わってこなかったんですけれども、まあ、今回ですね、週刊文春の総力取材でですね、今山上容疑者が一体何をしているのかということを調べたのがこの記事になります。はい、で、山上容疑者はですね、現在は大阪拘置所の中にいましてですね、同じ収容所にはですね、なんと和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚もいるそうなんですね。でその林真須美死刑囚はですね、山上容疑者が大阪拘置所に移送されてきた日の興奮をですね、その手紙に書いてですね、塀の外にいる息子に送っているんですね。はい、でそこにはですね、山上容疑者が、まあ、母親が宗教にはまっていたことを指してですね、かわいそうな一面もあるよねと、まあ、そういった同情を寄せていた自分などもあったりして、まあ、こういった偶然もあるのかということでちょっと驚きましたね。そうですね、まあ、中にはその山上容疑者をヒーローのように扱う人もいるんですけども、拘置所ではどうしてるんでしょう。はい、それがですね、やはりその多くの収容者にとって山上容疑者はですね、本当に関心の的になってまして、やはりその中でもある種のヒーロー的扱いを受けているんですよね。まずその外部からでは、まあ、食べ物とか、まあ、衣服とかですね、本当さまざまな差し入れが山のように届いているそうで、で、まあ、この拘置所の関係者によるとですね、まあ収容者の多くは何らかの容疑で、まあ、捕らわれて、まあ、裁判を待っている身であると、はい、まあ、日本の社会に不満を持っているという人間も多いので、その彼ら口々にこう山上はヒーローやとか、その総理をやるなんて偉い勇気だと、まあ、そういうことを言い合っているという状況なんですね。村井さん、今後山上容疑者はどうなっていくんでしょう。はい、鑑定留置はですね、間もなく終了するんですけれども、まあ、すでに奈良地検の方はですね、まあ、刑事責任が十分に問えると判断をしてまして、まあ、殺人罪でこのまま起訴する方針をまあ固めているそうですね。はい、で、まあ、あとは裁判を始まるのを待つばかりなんですけれども、まあ、奈良県警の方は自宅や事件現場からですね、押収したまあ自作の銃の鑑定というものを進めておりまして、まあ、殺人罪以外もですね、銃刀法違反ですとか武器等製造法違反みたいな容疑での立件も検討していると、まあ、こういう状況みたいですね。とかなり長い裁判になりそうなんですかね。いや、そうですね、もうかなり長い裁判になることはもう間違いないだろうなというふうに言われてます、ね。はい、さあ続いては政治に関するこちら、テキーラ一騎、岸田翔太郎嫌われる理由。岸田翔太郎さんというのはですね、岸田総理の長男で秘書官務めている人物です。村井さん、嫌われる理由、嫌われてるんですか。そうなんですよね。まあ、翔太郎さんですね、その秘書官に、お父さんのですね、まあ、総理秘書官に就任して以来、まあ、批判をもう浴び続けているわけなんですけれども、はい、まあ、彼、まあ、どういう人物なのかというのも改めてここで取材をしたということなんですが、まあ、学生時代からですね、まあ、お父さんの背中を追いかけて、まあ、やってきたわけですけど、まあ、翔太郎さんがまあ大学を出て選んだ就職先は三井物産だったんです。あ、三井物産なんですね。はい、まあ、商社マンになったわけなんですが、まあ、その一方でやっぱりそのまあ父親の背中を見てるので政界入りの熱意もありまして、はい、まあ、2017年の衆議院選挙の時にですね、まあ、岸田総理の地元の事務所のですね、その手伝いをしていたと。まあ、ここまでだと、まあ、そんな嫌われる理由ってまあないと思うんですけども、はい、そのまあお父さんがですね、まあ、ようやく総理大臣になったということで、まあ、注目度が一気にアップしたと。はい、で、そうなって、まあ、秘書官にもなったということで、彼に注目が集まるようになったわけですが、そこで出てきたのが、
まあ、お父さん譲りの酒豪ぶり、まあ、これがですね永田町で話題に上るようになったんですね。まあ、岸田総理といえばもう政界一先が強いと言われるぐらい、まあ、酒豪と言われますが、実は息子さんもそうだったと、はい、で翔太郎さんですね、その飲み会とか合コンがもう大好きだったと、はい、でテレビ局の女子アナを紹介してくれと、まあ、いろんなところに頼んでいって、まあ、いろいろもうこういう、ね、飲み会をたくさんやっていたと、ね、村井さん、ここまでの話でもそんなに嫌われる要素はなさそうですね。そうですね、まあ、ある種普通の若者の動きという感じ、ね、とは言えると思うんですけど、これね、一気にこの嫌われる要素が出てきたのが2022年の春ですね。はい、でこれ永田町でですね、その彼について女性記者を勉強会と称して呼び出しては強い酒を一気する飲み会をよくやっていると、はい、で気に入った女性記者に機密情報を漏洩してるんではないかという、まあ、こういった話がこう永田町で一気に飛び交うようになったんだと。はい、で実際にですね、その我々取材をしてみたところ、まあ、ある女性記者はですね、まあ、数回呼び出されて飲み会に行ったんだけれども、まあ、本当にテキーラを生き飲みしていると。でこれはもう到底真面目な勉強会ではなかったんですよみたいな感じで、ちょっと迷惑そうなことを言っていたので、まあ、このあたりからですね、ちょっと周囲からどうしたんだろうと、こういった感じになってきたっぽいですね。何かね、その一応総理の息子だから断るのもみたいなね、気持ちも働いていくんでしょうけども、ね、まあ、確かに迷惑な話ですよね。はい、で村井さん、今後岸田総理の後を翔太郎氏は継ぐんでしょうか。官邸の関係者によるとですね、はい、まあ、彼が秘書官に就任して1年の節目となるのはですね、まあ、今度の次の10月なんですけれども、はい、まあ、その時に、まあ、秘書官の職を辞めて広島に戻るんだと。でまあ、将来出馬に向けて地元活動に専念すると、まあ、見られているそうなんですね。はい、なので、まあ、岸田総理自身もですね、まあ、世襲の政治家ですけれども、その息子である翔太郎さんも、まあ、広島ではですね、着々と、まあ、世襲して政治家になるという準備が進んでいるみたいですね。でもその、まあ、言ってしまえば比較的短い期間で、秘書官の勉強ってできるもんなんですかね。まあ、本当にね、わずか、ね、1年間で何を学んだっていうのはちょっと疑問ではありますけれども。はい、で翔太郎氏、まあ、政治家のレールは敷かれてるようですけども、これでも能力が見合わないとなると評判は悪くなりますね。いや、さらにね、評判がまあ下がっていってしまうかもしれないんでね、ぜひね、中身が伴う政治家になってほしいと思います、ね。はい、さあ続いては宝塚にまつわるこちら。宝塚有名演出家の性加害とパワハラ。さまざまな業界でパワハラというのが問題になってますけれども、宝塚歌劇団といえば清く正しく美しくでおなじみですよね。そうなんです。そんな宝塚でもこのパワハラの問題があったということを、まあ、今回週刊文春に報じたわけですが、まあ、そのパワハラ、そして、まあ、性加害と、まあ、あのタイトルには取っていますが、はい、この加害者として問題となっているのがですね、まあ、これまで演劇界でも主要な賞を数々獲得してきた宝塚の演出家である原田亮さんという方なんですね。で、まあ、この方は最近はですね、その外部の舞台にも活躍の場を広げまして、まあ、宝塚の中の若手の演出家の中でもですね、最も活躍していると言っていいぐらい、まあ、気鋭の演出家なんです。はい、まあ、この方がですね、まあ、あの非常にその宝塚の舞台においてはすごく力を持っていて、まあ、演出家の権限はまあ非常に強いわけですが、まあ、配役とかそれからまあセリフもですね、その演出家の鶴の一声で変わってしまうと。で、まあ、そのためですね、自分は特別な権力を持っていると思い込んで団員やスタッフに尊大な態度を取る演出家もいるみたいなんですけれども、まさにこの原田さんはその傾向が強かったという、ね、そうだったんですね。まあね、でも昨今の映画界のセクハラだとかパワハラ騒動っていうのも同じ構図ですかね。はい、まあ、非常に似たような構図なんですけれども、まあ、この原田さんはですね、まあ、娘役への当たりが非常に強くて、はい、その役を与えないことでまあ有名なそうで、その過去にはですね、下手くそと、お前の役の設定を変えたろかと、まあ、言われ続けて、はい、そのある人はですね、声が出なく失語症になってしまった人もいたそうですね。さらにですね、まあ、その娘役のトップの人にもですね、お前顔がでかいねと、まあ、そういう罵倒をしたり。ひどいですね、随分、まあ、非常にひどくてですね、あの他にも舞台が終わった後に必要なダメ出しをし続けて、まあ、泣き出す団員もいてしまったと。で、まあ、団員たちから見るとですね、その彼に反発をしたり、まあ、劇団に訴え出たりすると今後いい役がもらえなくなる可能性があるわけですから、まあ、ここはまあただ耐えるしかないという状況がしばらく続いていた、そんな状況だったっぽいですね。まあ、でもその事実がだんだん知れるところになって、その後この演出家の原田さんってのはどうなったんですか。
はい、それでですね、今月のですね、12月の9日付で、原田さん、宝塚の親会社である阪急電鉄で突如異動の内示が発表されたんですね。はい。これはですね、その公演中に出た事例なんですけれども、その公演が続いているにもかかわらず演出家が、その異動になるというのは異例中の異例のことなんです。でこれ原因が一体何なんだということになって浮上してきたのが、はい、この演出助手として入団していた A さんという方へのセクハラだったんですね。こっちがセクハラ、はい、でこちらでセクハラ疑惑が出てきたと、で、この A さんという人に対しては車の中でですね、一緒に裸で寝ようと、そういうふうに何度も言い寄ったり、さらに直接的な言葉で卑猥なこともたくさん言われたんだと、でその後もこのセクハラはエスカレートしてですね、その精神的に A さんは追い詰められていった結果、入団時と比べてなんと8キロも痩せてしまって、こうめまいと耳鳴りに悩まされる状況になってしまったと、はい、でこの A さんはもう追い詰められてしまい退職のメールを送ったところ、一体何が問題なんだということでこの原田さんの名前が出てきた。そうだったんですか。演出助手っていう方なんですね。はい、だから将来の演出を目指すために、原田さんの下で働いてた演出助手の方ということ、そちらに性加害ということですが、それで異動ということですか。はい、それでその加害が認められて異動になったということなんですけれども、はい、実はですね、さらに別の話もありまして、この A さんという方がですね、原田さんと一緒に働く宝塚に入るきっかけになったのが、宝塚出身で女優の真矢美希さんなんですね。はい、彼女がですね、ある種その宝塚に入るきっかけとなり、この原田さんとの関係というのも間にいた人物ではあるんですけれども、そんな真矢美希さんからですね、この被害を受けた A さんのお母さんに電話かかってきてですね、なんと真矢美希さんこのようなことをおっしゃったらしいんですね。彼はすごい人なんだよと、あなたみたいな要するに新人の演出家と賞をたくさん取っている原田君、どっちが劇団にとって必要だと思いますかと、こういったことを真矢美希さんが言ったそうなので、非常にですね、お母さん困惑されたそうなんです。いやちょっとその言葉を投げかけられるとショックではありますね。はい、明確に被害者ではありますのでね、劇団にとってその必要な演出家であるということとはまた別の話だと思いますので、そうですね、この辺はちょっとひどいなとはちょっと思いましたね。はい、今お話しいただいた詳しい内容はですね、昨日発売の雑誌週刊文春、または一日早く読める週刊文春電子版、ぜひお読みになってください。この時間、週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、今年もお世話になりました。はい、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。はい、来年も週刊文春よろしくお願いいたします。